最初は携帯電話、市場に中古がどんどん回る。当時日本の中古携帯電話は異常に価格が高かった。日本では本当にただ同然の携帯がタイに持っていくと一つが2万3万で売れる。事業を立ち上げ、売れそうな機種を全部毎月何百台とかき集めさせ輸出した。それほど規模は大きくないものの、海外投資としてうまくいった事業となった。牛肉も同様に取り扱うようになった。和牛は海外でかなり売れる。同時に国内ではクリエイティブな方向にビジネスをシフトしていった。アクセサリーのデザイナーを集めブランドを立ち上げ、アクセサリーブランドをスタートさせた。どうせアクセサリーをつけるのなら、他人が作ったものをつけるより自分が作ったものを身につけ、そしてそれらを自分たちで売った方がいい。出資し集めたデザイナーたちに自分のデザインをアクセサリーに落とし込む。それを身につけ販売する。ガクトとしてのブランド力を生かすビジネスを実践していく。